モグロプレーリードッグですね。かわいいですね。はい、それではあまり時間がないので東から西へ移動したいと思います。エレクトリックレールウェイはやってないんですね。いい感じの眺めですね。私の大好きなアパホテルも見えております。ここはなかなかライン取りが難しそうな下り右コーナーですね。はい、西側にやってまいりました。園内のレイアウトが複雑すぎて東側だいぶ見落としある気がするんですが、まあ年パス買ったんでまた来たいと思います。最低でも年間4回は元を取るために訪れたいですね。お、これはケープペンギンじゃないですか。アフリカンペンギンとも言われている、割と暑さに強いペンギンですね。かわいい。ペンギンって大体みんな立ってますよね。座れないんですかね。飛び込んか。おっと、まだ勇気が出ない。多分ペンギンってみんなこうやってこう突っ立ってるから可愛いですよね。はい、そしてこちらはお、ハシビロコウですね。ハシビロコウってなんか結構メジャーな動物ですよね。さあ、どこにいるんだ。はい、そしてこちらオオカンガルーですね。いますね。みんななんかあっち向いてますね。水飲んでます。カンガルーってあの寝そべり方が絶対あの体勢ですよね。こちらはグイワペッカリーですね。私この名前好きです。ペッカリー、なんかイノシシ的な。
こちらパンダの森です。パン森行きましょう。こちらはバーバリーシープです。ブランドものですかね。あ、もう終わってますね。15時30分で終わりです。それでは休憩したいと思います。あれ今終わりましたね。ガーン。まだ同じ場所にいますね。ワオキツネザルです。ちっちゃくてかわいい。ワオキツネザルも気になるんですけど、なんかあのあれすごくないですか。どうなるんだろう。あれ大木になるのかな。はい、それでは上野動物園出たいと思います。年パス買ったんでまた来ようと思います。